はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、7月5日ということで、アメリカの方でですね、ホットドッグの大会がありました。今年はマックスさん、ゾウくん、エビマヨちゃんと、3人ほどね、日本の選手が出ておりましたが、僕もですね、結果が気になりすぎまして、本日一睡もしておりませんが、茨城大食いツアーをしたいと思います。で、早速ね、本日茨城ツアーということで、1軒目、僕の後ろに見えております、こちらですね、味噌人さんに訪れております。こちらの味噌人さんといえば、僕の動画でもね、一度ラーメンとチャーハンのデカ盛りをセットでいただきましたが、大食いの方もね、何人もお店に来ておりますので、消費者様はね、この味噌人さんを知ってる方も多いと思うんですけれども、本日はですね、僕の大好きなゴールデンタイガーさんで提供しております TKM が、こちらのね、味噌人さんでも夏季限定でいただけるということなので、その TKM を、すり鉢でね、デカ盛りサイズで本日は伝えていこうと思います。ということで、ただいまですね、こちら味噌人さんの店内に入っております。注文で完了してるんですけれども、とんでもない伝票が来ました。この長さ、今回は TKM 大盛りにメンマシ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 で、味玉がずらーっとありまして、生卵ずらーのチャーシュー増しということで、いや、ちょっとね、この伝票とんでもないんですけれども、もちろんですね、こちら味噌人さんは店名の通り味噌がメインのお店さんとなっておりまして、基本ベースのね、味噌の種類もこんな感じで5種類あって、チャーハンや餃子もあるといった感じでですね、もう本当に人気店ですので、ぜひですね、皆様も TKM 以外にも食べに来ていただきたいんですが、本日はご紹介できTKM のみとなるかなと思います。というのもですね、多分おそらく総重量が6キロ超えるのではないかとお話しいただいておりますので、多分ね、他のメニューをいただく余裕がない。またですね、改めてちょっと味噌のメニューとかを紹介するとして、本日は限定のですね、 TKM ご紹介させていただこうと思います。ということで、本日ですね、いただきます TKM が到着いたしました。とんでもないサイズ、これでございますよ。見えます？やばくない？今回ですね、一応このすり鉢の中のみで総重量が 5.1 キロほど、さらにですね、プラス別皿でこの味玉やこの辺の味変ね、トッピングもいただいておりますので、だいたい多分 5.5 キロ以上にはなるのかなと思います。そしたら早速ではございますが、本日ですね、この味噌人さんの出来たて TKM いただきたいと思います。いただきます。で、本日もこちらですね、デカ盛り食べる際にはどれぐらい時間がかかってるか気になる方もいらっしゃると思いますので、タイマーをセットさせていただきます。めちゃくちゃもううまそうなんだけど、まあ、ひとまずやっぱりね、 TKM といえば麺だけでいただきたいと思います。もうね、この麺持っただけでわかる絶対うまいやつ、ちょっと本日一口目いただきます。麺の食感も弾力もちもちだし、あと全粒粉も入ってる麺っぽいので、香ばしさっていうのかな、そういった香りも損なわれずに、これはね、うまい。ちょっとこの辺りで TKM なので、卵とね、そこに入ってるタレもね、ちょっと全部混ぜ合わせていただきましょうか。ちょっといただきましょうか。おいしい。あ、うまっ。味噌人さんの TKM うまっ。これね、本家のゴールデンタイガーさんと違って、もうすでにね、タレの方にこのラーメンコショウとかだと思うんだけど入ってるのよ。
だからちょっとこの麺の甘い感じとか卵のこの濃い感じ、そこにこの胡椒のこのビリッと感が加わってて、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。これね、前回ゴールデンタイガーさんでね、でっかい TK もいただいて、全トッピングを試すみたいな企画をやったんだけど、素材の麺がうますぎてトッピングする間もなく麺がなくなっちゃうってことが起きてまして、今回もね、いろいろトッピングいただいてるんだけど、試す前に麺なくなりそう。これちょっとマジでバランスを考えないとダメだな。そしたらちょっとこの辺りでチャーシューいきますか。まずね、今回チャーシュー2種類入ってて、低温チャーシューですね。うん、うまい。この味噌人さんの店主さん、以前ね、我が家にも来ていただいて、その時にお土産でこの低温チャーシューいただいたんだよ。それがもうほんとうまくて、で、今日のこの低温チャーシューはもちろんそのお持ちいただいて、僕がね、感動したチャーシューと一緒なので、皆様もこれ見たら、この低温チャーシューのね、美味しさの感動、一緒に味わってみてください。ちょっとこの通常の多分ラーメンにも使ってるチャーシューを贅沢に2枚いっちゃいますか。まあ、うまちょっとこの味噌人さんのね、味玉も本日は6個ありますんで、序盤から少しずつつまませていただきますね。うん、うまっ。味噌人さんの味玉は黄身がこんな感じなんですよ。半分半熟で半分しっかりと黄身が固まってる部分がある卵なんで、これがね、味噌のね、ラーメンと合わせるとめちゃくちゃうまいんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。中の麺は気にしないです。ただいまですね、ちょっとお店さんからのお気遣いでですね、体が冷えるだろうということで、この通常の中華そばですかね、ちょっとこちらの一杯もいただきました。汁物って言っていただいたのにめっちゃ麺の中に入ってるわ。ちょっとね、このラーメンいただきつつ、その後にね、トッピングを試しましょうか。ここに来てのあったかいのめっちゃうまい。昔ながらの濃いめの中華そばって感じでホッとする。で、改めてですね、この TKM、この TKM 用にあるトッピングに関してはこのチャーシューのみとなっておりまして、それ以外には普段ですね、ラーメンにもトッピングが追加できるメニューに関しては全てこの TKM にも追加できるということで、ひとまずですね、こちらまずは辛ネギですね。ちょっとですね、この TKM に和えまして、あー合うな。どうしても TKM って甘みが強い一品なので、そのネギのちょっとした辛みとかそういった部分がね、こう合わせるとすごい合うね。も
びる前にこれも食べちゃうか。でもここに1玉入ってるってことは、俺結局今日何玉食ってんだ。うん、じゃあちょっと伸びるといけないのでね、こんな感じで急いで麺だけは完食しました。汁物として一緒にいただきつつ、この辺りでですね別途いただいたトッピング2種類目試してみましょう。2種類目がですねこちらわかめでございますね。わかめはちょっと全然想像できないな。どうだ、正直に言うとね思ってる以上に合う。うん、この麺の弾力にコリッとしたねわかめの食感が加わることでそのアクセントになってね、これはこれでありかもね。ちょっと上の部分の感覚で残りの麺量を考えてたんだけど、下に行くとさすり鉢のサイズがシリスボーンになってくるじゃないですか。だからごめん、あの想像以上にもう麺がなかった。ちょっと早急にトッピングをということで、続いてこちらメンマでございますね。まあ、メンマはね合わないわけはないと思うんだ。マジですか。ちょっとあのご好意でね、あの僕の前の撮影の時にチャーハンがめちゃくちゃ好きだってお話をしたので、この半チャーハンもいただいたんで出来たてをまずねこれいただきます。なんかうまっ、うめえ。そっか、ちょっと麺も合わせますね。もちろんありかなしかで言ったら全然ありなんだけど、今ね試した3種の中では個人的にはまあ一番こうこうっていう感じかな。そしたらこの辺りで本日ね最後のトッピングですね。こちらのトッピングはですね、前回の撮影でも味噌ラーメンの時に一緒にねいただいたんですが、辛味噌ということで、この辛味噌ね、そのお肉感もねしっかり入っててめちゃくちゃうまみ強いんですよ。いや絶対うまいんだ、もう絶対うまいな、これもう。ごめんなさい、1位です今日の。これは1位だね。こう見てもらうと分かる通り、辛味噌といっても本当にお肉がメインのこのおかずのようなね辛味噌なんですけど、コクっていうのかな、深みっていうのがめちゃくちゃ爆増する。もちろんねこの味噌人さんの TKM も本家同様ね追い飯あるんですけど、多分無理だね。ここまでいったら腹弾ける。うん、レモン絞りますか。ずっとねこんだけ褒めてると本当にって思われる部分もあると思うから、一個だけちょっと注意点、今ですねちょっと辛味噌を溶いてからレモンを入れたんだけど、辛味噌とレモンはちょっと喧嘩するかも。辛味噌ね追加してご注文する場合には多分どちらかを使って食べ進めた方がいいと思います、個人的にはね。待って、これマジで5キロかな。あの5キロの満腹感じゃないんだよな、ここだけでも。あのね、ちょっとやばい。めっちゃお腹いっぱい。
行くぜ。そしたらですね、本日のティーゲームの麺ですね、麺とトッピングした具材は、これが最後でございますね。うわ、最後の一口がさ入んない。うん、ということでですね、ただいま撮影始めて44分ほどではございますが、今日僕が食えない日なのか、量がめっちゃ増えたのかが分かりませんが、麺をですね食べ終わった段階で限界です。増していただいたチャーシューが少しまだ残ったりとか、味玉追加で到着したチャーハンとかもまだ残ってるんですけれども、お持ち帰りできるものはお持ち帰りさせていただくとして、本日はですねちょっとこの辺りでごめんなさい、ごちそうさまでしたということで、本日はまあちょっと久しぶりの味噌人さんということで、お任せであの TKM が食べたいと注文させていただいて、まあ、こんな感じでどんどんとトッピング増えながら、このでっかいねTKM 食べていったんですが、ちょっとね想定外にいろいろと増えていきまして、ごめんなさい、お腹いっぱいです。やっぱりこっちの方で撮影を来るときにお任せで注文したらダメだね。今日はですね撮影準備含めてオープン前からちょっと入店させていただいてね、このカメラ機材等をセットさせていただいたんですが、オープン11時直後からもうずっと引き出しにねお客様が訪れている、この周辺ではもう本当に人気の絶えないお店でございます。ぜひですねこの期間限定の TKM のみでなく、通常メニューの味噌ラーメンとですね気になるメニューも、ぜひですね食べてみてください。あとはね、まあ、ちょっと今いろいろとお話をしたんですけど、お腹いっぱいすぎて締めの言葉がまとまりませんので、本日の動画はこの辺りでということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルも始めておりますので、そちらはですね合わせて概要欄からチェックお願いします。残りの食材は持ち帰れるものは持ち帰らせていただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、動けねえ。